さあ、ここからがハイライトだ。ここだけ安っぽいライダーソシャゲが出てる世界に対するネットの反応をお送りするよ。クリスマスクーガとか、水着フィリップとか出てくる。安っぽいライダーソシャゲ、ライダバウト？水着フィリップは欲しいだろ。水着の須田まさきブロマイドがガチャ引けば出るのか。限定ガチャがファイズ、電王、ダブルだらけになりそう。須田まさきとか佐藤健の水着写真が得られるゲームってマジ？見えちまったな。安っぽい作りでも長続きする秘訣。ブレード勢のフルボイスがなんて言ってるかわからない。また黒とガチャですか。サンタタックンも出そう。クリスマスイベントといえばエグゼイドだよね。絹ごし豆腐を箸で掴んでるアナザー氷川誠。ヒロインの水着サポート出した時だけ売り上げ爆増しそう。待て、今出てる要素だと普通に面白そうだ。普通にやりたい。どうしよう、クリスマスクーガは普通に見てみたい。みんなの笑顔を守りたい人が、みんなを笑顔にする人の格好をしてるんですね。クリスマスクーガ、ハロウィンガイム、お正月ギーツ、めちゃくちゃ見てー。スイカやメロンがあるんだしいけるやろってノリで、パンプキンアームズのハロウィン仕様が出そう。サモンライドみたいなことになりそう。クリスマスに繰り広げられる料理得意系ライダーたちによる、無駄にシリアスな雰囲気を醸し出す前編ギャグシナリオ。さっきから普通に見たいの多いな。安っぽいだけでゲームは楽しいのかもしれん。画面の作りが安っぽい感じなのかな。メニュー画面の音源がフリーのやつだったりとか。セントダの黒とあたりから無限にシナリオ作れそう。SSR アポロガイスト、サンタ水着バージョン、今なら新規登録で必ずもらえる。おお、これはいらん。シリアス設定を犠牲に5台を参戦させたゲームなのかもしれん。脚本は浦沢義雄。秋になると収穫祭と称して、チーム内のヘルヘイムの実の収穫量をランキングで競うことになる。そういうアイテム集めのハムイベとライダー相性いいな。セルメダルとかでもいけそうだし。カード化した際の立ち絵写真をそのまま有用してるせいで、すごい真面目な顔しながらトンチキシナリオが進行するんで、いまいち話が頭に入ってこないユーザーが大量発生する。関東の鬼さんたちの詳細もわかったりするのかな。夏イベ、マカモウ大量発生とかで、漫画の方のクーガも実装されるとか、フート探偵もありならときメモサポカとかで出せるな。イベント報酬で雑に黄金の果実とか配られそう。期間限定 SSR で水着マナちゃんと、水着ナオミが同時実装して混乱するプレイヤーたち。期間限定、劇場版ホーム一体確定ガチャ、優勝席1500個。SSR の読みはスーパースペシャルレアじゃなくて、スーパースペシャルライダー。これを知っているプレイヤーは1割にも満たない。コラボやりまくった結果、キャラ一覧がコンパチヒーローシリーズみたいな絵面になる。戦隊コラボ、ウルトラマンコラボ、アンドロメロスコラボ、SSSS グリッドマンコラボ、ライザのアトリエコラボ、グラブルコラボ、進撃の巨人コラボ、ボボ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 ボコラボだー。予算とか気にする必要ないから、とりあえずコラボ先のウォッチでアーマータイムするジオウには参るね。暴れん坊将軍もありそうだし、プリキュアとありそう。漫画化されてないし俳優を出すのもな、という裏の事情で下位ポジションになるですイマジン。リリース開始時の R か SR でアコギ引くタックン、1年経つ頃にはガチャでバンド組んで歴史引いてる SSR が出る。作風はこんな感じになりそう。このゲームは好きだけどね。水着イベで夏のマカモウと戦うライダーたち、なお水着関係なく響きライダーにはボーナスが入る。ファイズ匠、ファイズ牙、ファイズ街道、ファイズ草加、ファイズ拓磨が実装されてる。戦の数とんでもないことになりそう。榊原浩一バージョンの勇気が出てきて、一部の人からは誰？って言われる。夏祭りイベントで配布される、たい焼き名人アルティメットフォーム。クーガの赤い格好でサンタ役できる世界線なら、五代さんめちゃくちゃ張り切って回れる場所全部回りそう。実装されるならそういうストーリーがありそうだ。ゼイドボスの診断黒と。水着千尋、おいバカやめろ。多分子供用プールで一人ニコニコしてるやつ、背景や境遇を考えるとおつらい。毎年9月になると新しいライダーが配布される。戦闘シーンが BGM だけで、SD キャラがわちゃわちゃ動く。時々カットインでライダーキック。なおギーツの場合カットインはマグナムストライク。SSR ファイズ、ブラスターサンタ、SR ホースオルフェノク、トナカイタイ。お盆ガチャで、
限定キャラだろうがなんだろうが問答無用で全キャラ復刻するダンクロト。神前。クロト確定演出はコンティニュード感。神の恵みを受け取れ、キャンペーン開催。毎日ログインしてダンクロト神に感謝の気持ちチケットを送ると、10連ガチャチケットがもらえるぞ。キャンペーン中のガチャのみ特殊演出で、SSR 確定時に神の高笑いが入る。ちゃんと戦うゲームにするとバランス調整とかでコストかかるし、雑パズルゲーになりそう。イメージとしてはキュアパズ。アマゾンズイベントで画面のサイドがなんか下がる。顔所持キャラ一覧のアイコンだけど、武田康平と赤楚衛二が演じてるキャラの見分けつきづらいのやめてくんない？本郷武史を揃えてパーティ組むプレイヤーがいる。本郷武史が二人くらいになってカラーはよくば、みたいにちょっと考え始める。三人目来たらもう全本郷武史揃えるしかねえなってなる。絶対俺もそうなると思う。今年のサンタ誰だろうって思ってたら、ウィザードに登場したサンタクロースが出てくる。新ジャパンヒーローズユニバースコラボありそう。もちろんオーグメントの皆さんとトンチキロボも参戦。毎年5月5日と9月13日には、限定ファイズと限定カイザが実装される。性能的には文句なしに無敵だが、無敵すぎるので登場から7ターン後に休養を思い出して帰る無敵ゲーマー。休館か？一時期人権キャラに躍り出るたい焼き名人アルティメットフォーム。性能低いけど、リーダースキルが獲得ランク経験値アップとかで外せなくなるやつ。公式アカウントの投稿をフォロー&リツイートで、Amazon ギフト券かキャストサイン色紙が当たる。やったことないやつもリツイートするだろそんなの。須田まさきのサイン色紙とか、アクティブユーザー以上にリツイートされるやつ。時々あるミニゲームがバリエーション豊富。豆腐を崩さずつかめ、氷川さんを操作するから割と難易度高い。時間内に多くのたい焼きを焼こう。たい焼き名人アルティメットフォームを操作などなど。低レア実装で普段は扱いづらいんだけど、高難易度で重宝するギャレン。なんかマイナーなのに地味に強い怪人とか出てきそう。バクロンガーとかが遠距離も近距離も強いキャラになってたり、YouTube やってるライダー俳優の皆さんが、自分使ってプレイしてみたって動画を上げる。ほとんど安っぽい要素がない。今んところただのファンサ多めの神ゲー。現行作品の新フォームが出なくなる期間に入ったら、設定上存在した技術のライダーを実装してお茶を濁す。もう仮面ライダーの神ソシャゲが出てる世界でよくねえか？仮面ライダークーガー、クリスマスフォーム？神の恵み、優勝席9610個を無料配布。レアリティが低いライダーは春映画の代役声優。声優としては大物揃いだから、それはそれで価値あるかもしれない。オーズの装備品としてコアメダルがあるんだけど、もはや動物でも何でもなくなり、スター、モミ、プレゼント、メリークリスマス、でクリスマスツリーに変身する。作品ごとのイベントだともうは作れなくなってきたので、警官ライダーのイベントとか作品を超えたイベントを出し始めて、何をとち狂ったのか戸田山、かっこ警官とかが実装される。戸田山って誰だよと思ったけど、とどろきの前職警官か。というか仮面ライダー集合系のソシャゲっぽいから、最初から作品の垣根を越えてはいそう。夏になるとユーザーの住んでいる地域それぞれに、対応した鬼が無料で配布される。響きイベントでイベントボーナスがつくゼロノストゼイン。コラボの仕方がライダー名物、敵による異世界転送能力。大体エースの前世という便利設定でコラボが始まる。初っ端から安く済まない要素だらけで笑った。お盆になると死亡したキャラたちオンリーのセレクト復刻ガチャが来る。次回イベのシナリオ担当が井上俊樹だと発表され、トレンド入りするヤクザ。一般人からしたら物騒なトレンドにしか見えん。シナリオイベントと言いつつ、毎回ギャグ落ちで終わるのをしばらくやって、ユーザーが油断した頃に差し込まれる。シナリオイベント、小林康子というダイナマイト。どれもこれも面白いよ。本編でやってくれねえかな。めっちゃかっこいい演出だけどよくよく考えると、あれこんな設定だったっけ、となる。ゲームオリジナルフォームやオリジナル必殺技。なんならこのソシャゲのメインのストーリーモードに、ソシャゲ専用のオリジナルライダーがナチュラルに出てきそう。そんでなぜか周年映画で逆輸入される。全、驚いたな。まだモンスターと契約してないのか。そのボタンをタップしてみろ。ゆえ、アドベントカードを選択するとモンスターと契約できるよ。
ファンタジー系ネタは木戸の夢落ちが多用される。新キャライベントは高確率で小太郎かカジキの導入で始まる。ハロウィンイベントで全実装済みキャラに特攻がつく牙、ウィザード、ゴースト。しれっとピンポイントで特攻をもらえるパンクジャック、暴れん坊将軍コラボ。サンリオコラボイベント、ここがサンリオの世界か。コラボ限定 SSR 仮面ライダーディケイド、ハローキティ、仮面ライダーファイズ、ハローキティ。コラボ限定サポート SSR、サンリオキャラクターズインデンライナー、新ハローキティ。